さあ、田松浮流、完全に偽物ですね。この田松浮流と A4 ガイルがなんか練習していたというメールを今日もらっていますが、そうですね、なんか練習してたっぽいですね。果たして練習はしてたけど勝ってるのかどうか。ただこの玉津浮さんいつも使ってるキャラ違うっぽいんでかなり本人に了解得てるんですかね。いや、微妙じゃないですか。微妙、知り合いかどうかもやし。おおおおお、これは乱れるのか、そもそも真空波動出るのか。今のはヒョウバルですね。空中竜巻はヒョウではありません。おお、中ゴス見ている、めくりもガード。さあ、やっぱり突進キャラ同士使ってるので前取りが近いですね。竜巻当たらない、あそこは全然届かない、相手にもならない。さあ、ソニック乗ってガード、あー、ゲランだった。あれは食らいますね。さあ、8番手ゆうべが対10番手野口。これ野口さん言う、俺一回見たことないんですけどただあのなんか仙台時代に実は使っていたっていう逸話も聞いたことがあるんですよ。結構強かったみたいな話を。あ、そうなんですか。そうなんだ、見たことあります。おお、普通に使えているああいう時にあのサマーを出し切っていくこの意志力確かに、しかも大サマーですからね。おお、さあ、このメンツで竜ガイルというのはかなり豪華ですよね。さっき中盤キャンセルソニックを勝利で抜けてるのが渋いっすね。おお、そう、そのトルネーディキャンセルソニックがあれレンガじゃないんで、そこをなんか勝利で抜けるっていう発想が野口さんらしいですよね近距離戦ですぐ読み合っちゃうという。さあ、お互いなんだかんだ普通に使えている感じ。ガンガン打ってますね。しかもそんな危険な波動ではない。よく見ながら打っているが、シンクガードになる。ギリギリ間に合わない。さあ、どうなる。ダブル様、これは反応間に合わず。やっぱりこうお互いサブキャラとはいえ、こう十何年やってる人の動きっていうのはやっぱり深みがありますよね。そうですね、うん、やっぱ相手のキャラのこと知らないと戦えないですからね、あそこまでは、うん、おーっとここもサマー、ここも昇竜、お前ばっか暴れてんじゃねえ。壊し投げて野口が攻め立てる、うまい。さあ、もうドット戦、野口どうする、ゆうべがどうまくる、真空トンネル、あーすった思わず吠える。さあ、はい、MB ちょっと2代目ちょっとマイク持ってよ。僕次試合だからさ、僕のお代わりに頼む。さあ、二回転さんがアウトしまして、解説には、シーズン2代目こと、あ、まあこれね、おお、高め当てからの投げ泡に勝利。まあこれ、まあ安倍対オバマでもあるんで、まあ結構誇りをかけた戦いでもあるんですよね。まあ日米決戦って感じで、はい、まあ、国会対ホワイトハウスみたいな。で、結局、そうだね、こう最近の竜はね、こう飛びの不純度が高いんで、あ、ちょ、甘いすぎみたいなところ。おお、こういうね、イレギュラーがね、すごい多いんですよ、うん、こうなっちゃうんですよね。さあ、投げて勝ったら野口さん。さあ、2回転ガイル、
まあ、個人的に、店員さんのガエル結構たまにいいとこあるんで。たまにいいんだ。はい、いや結構ね、なかなか秩序っぷり高いんで、うん、おー投げた。さあ漏れて、まあ、こうなると結構もうダイヤがかなりガエルなんで、うん、あ、これもシングルガードしたらもうかなりタックタイっすね。そう、最近昨今の竜ね、この飛びなんですよね。この生飛びがあるんで、ちょっとこうゴムをつけてもらいたいんですよ。ちゃんとそうしないとね、純度が高くならないんで。まあ実際でもあの飛び処理難しいですからね。まあその相打ちでも結構痛い時あるし、はい、そう、まあたまには必要だと思うんですけど、結構それを、まあ、45度主にしちゃってるんで。あ、今なんかちょっとしゃがんで避けましたね。お、これはかなり、もうガイルのベース。おお、コパンで落として。お、これいいよ。これは2回転さん勝ち硬いか。お、ここがぬい、がぬい。さあ、踏んづけて。これは削り角。削り圏内ですね。さあ、ひらがなの焼き鳥さんです。今日ひらがなじゃないですか。ダメなんすか。いや、まあちょっとふんわかした感じなんで、そこもね、ちょっと面倒ですよ。結構、この鳥さんね、結構純度高いんで。そうですね。これ、ニカさん、これ、結構今日、ターニングポイントになってきました。実際、焼き鳥さんかなり丁寧系プレイヤーなんで。おお、いい台足ですね。よし、よし、この真空のプレッシャーを感じながらのこの、うん、ここですね。ここ、おお、ついてきた。うわあ、ここはあの場面での中足一回踏むだけのリスクが半端ないですからね。はい、このね、ダイゴスっていううん、特殊技がね、かなりこのカード有効になるんで。あれでふっと前に来られるとね、で、真空も持たれると思う。おい、おおおおお、けっ、あの状況いいですね。さあ、ここから一気に、オッケーオッケー、一気に畳みかける。あれ、後ろに投げると結構いい状況になりますよね、ガイル。そうですね、あそこ投げる側のポイントも、うん、おお、そう、竜巻はスタブにも勝てます。まあ、竜がある程度この裏剣が必要経費でもあるんで、うん、おー、銀様だ。投げ返されて、まだ時間ある。うわー、これしょうがないですね。勝ったのは焼き鳥さん。あの後2択になるんで。まあ、出てくるのはシュウさんのガイル。シュウさんの剣もなかなか、かなりいい動きするんで、ちょっとここ勝たないと結構きつくなるんで。シュウさん、ヒヨ系ですからね。ガイルでも結構。さあ、ここでの、うわ、ゼロ距離きた。なんか匂わせてからの投げ。あのカッカッ、ああ。真実、真実だわ今。いやー、今かなり真実入ってるね。セメントって感じですよね。ちょっと真実すぎてね、ちょ、具が、私の具が今はみ出そうになったんで。うわー、これきついな。こうなるとガイルの曲線が必要になるんで。そうだね、これ対応しててもきついだけな感じが。おお、くぐって大パンチ。おお、オッケー、三段入りました、うん、基本的にガイルはスパコンキャンセルガーミのコンボっていうのはコパンか壊しからが覚えれば OK なんで。あ、でもあれ僕まだできないんで、ちょっとね、まだちょっと難しいですね、あれ。いや、あれ簡単だよ。おっ、おしゅうさん、いいペース。あー、ここ
おーい、あ、これは惜しいか、惜しい、ガイルペース、さあ、ガイル寄りの実況になっております。いいよ、いい飛び、ソニック投げちゃうか、うーん、オッケー、おー、これはでかい。さあ、出てくるのは長州龍。あ、今日長州じゃない、今日団体が違う感じの出方なんで、またちょっと違う長州さんが見れるんじゃないですか、これ。意外と竜使ってるとかほとんど見たことないですね。そう、団体がこういうちょっと今日違うんで、うん、これいい飛び。まあ、竜の波動拳っていうのはその一発でかいんだけどちょっと重いっていうか、そこが剣と違うところなんですよね。剣は結構まだ気軽に打てる方だと思うんですよね、こういう時って。まあ結局これね、まあ安室対宇多田のアルバム対決でもあるんで、まあ不動難しいんですよね。おお、おお、これはガイルペース、完全にガイルペース、これ守っていきたい。おー、おー、いい出場、いいよ。ああいう攻め型っていうのはやっぱり OK なんですかね。いや、あれは必要ですね、うん、やっぱね、ガイルも逆に相手にこう壁ドンをさせるっていうね、竜にしないと、結構下がってるだけじゃない、結構難しい。そうですね、能動的に自分からね、自分から体力を取っていかないと、ね。まあ、いかに相手に壁ドンさせるかっていうのがこのゲーム、うん、最終的にやっぱガエルの画面端が多くなるんで、おお、おー、ピュアランタ、あ、逆に壁ドン来た、あ、これは、おー、 KO。 このね、次のね、開幕が本当最重要事項かつ、おう、最低必要経費になるんで、お互い様子見からし、で、竜側はこれまだ知らない人多いですけど、この見てからっていうね、この対応の上のね、見てからっていう最強の必殺技があるんで、うんうん、それを、まあ、できるのが、まあ、まずまだ、まあ、限りなく少ないんで、それを持つだけでかなり勝率が変わるんで、中距離のね、ソニック見てから竜巻できる人少ないんですけど、やってる人本当ね、結局難しいんですけど、まあ、そこの距離に絶対領域の前に入るとガエルが結局見てからこいつできるかできるっていうのも分かるんで、そうなるとソニックの数が減るんですよ。おー、しゃがみ中盤なんだ。あったのは長州さん、真空だね。さあ、12番同士星が並んでおります。出てくるのは先ほどマイクを握ってたたくさん、藤波たくさんですね。あ、なるほど。まあ、個人的にはね、この方新人類、ちょっと人間というか新人類なんで、ちょっとほうこう期待してるんでしょう。あれ、あ、飛んでますよ。このペースになるとなんか普通にやられてますが、うわ、ソニックは出ない男、滑舌の悪い対決。おー、オッケー、投げて曲がる、真空だ、真空があるから無理だ、たっさんだからドラゴンスープレックスなのか。ここ醍醐味あるよ。おー、真空をかわしたぞ。ここだ、出来は、出来はどうなるか、出来は、出来は、お、来た、おー、おー新人類よ、カウント 2.9 ありましたね。ありましたね。こうカウントの連続カードでもあるんで、プロレスに例えるとなるほど。あそこの、お、いい台足からの、こう、逆、お、逆壁ドン逆壁ドン、いかにこれ結局画面端に相手を持ってかせるかなんで。そうですよね。竜側もガエルに壁ドンされると相当きついんですよ。端っこに行ってめくるっていうのは結構ナンセンスだなと思います。そうですね、端っこ、うおー、これは台足、先ほどから長州龍が開幕からガンガン攻めて半分ゲットしてどうなるかみたいな対決になりがちですね。本当剣マスターズって感じですね、本当に。そうですね、ハイスピードというハイスパートですからね。壊し、そばっと全ガード、おー、裏切った、裏切り、裏切り発生、頑張れ新人類、頑張れ、まだあるよ。で、この、お、
おおよし曲がるゲージを、うわー、バレー勝利、長州勝利。さあ13番手ワイパーがいる。あ、ワンピーガーが得意と。ワイパーガイルはどう見ますか。あ、結構見る、使ってると見るんで、はい、期待できますね、これ。結構リュウガイルの基礎が相当、実は基礎力が高まってますね。安倍オバマさん結構やってるとこ見るんで、はい、結構期待できますね。おい、お最大最大スタブ大船だ。さあこれは完全総裁完全対応して、おっと、もうガイルはもう、スタブとか中足もなるべくこうスカらせないようにするのが当てないといけないんですよね。結構スカるとその間に踏み込まれちゃうんですよね。あ、最悪でもこう先端をガードさせるっていうのが理想なんですよ、ね、なるほど、当たんなくても、まあ、そこがスタブ大船の最大級なんですけど、スタブ大船についての説明って確か動画内で一回もしたことがないんですけど、ちょっと長くなるんでちょっとすいません、結局、まあ、最大っていうのが結構入ってるんですけど、なるほど、あ、いいソニックモードです。こういうガイルベースですね。総裁がギリギリまで見てますね、やっぱり。これいい総裁、見てからの総裁、まだパーフェクト。さあガクガクしてシンク、あ、これ安い安い安いです。うわー、高かった。これはもう完全守りきりでしょう。諦めたー、ワイパー処理。さあ13番手同士、かなり星が近い。さあムナーリリュウ、もともとは竜がいる使いだというムナーリさん、まだまだ衰えてないですね、この動きは。さあダイゴスでかい、落とす藤沢キック、うわ次の距離連続だ、すごい距離だ、頑張れ。いやー、おー、きたー、3番のんちゃ、オッケー、最大ダブル、最大じゃないんですけど、はい、あ、でも痛いですね、最大なんですよ。あ、そういうことですか。あれちょっとできないんで。まだできないですか。あ、すいません。あとあれ練習するだけで全身じゃないですかね。いや、あれちょっと難しいんですよ。よし、お、いい壁ドン、いいベース、よしよしよし、ほんとガイル好きですね。あ、いい、ここで、ね、あの竜巻が結構苦しい。さ、常にコパンからぶって赤軽減を最小にしてますね。時間を、さあ裏剣当てだが下がらざるを得なくなった。昇竜完璧、完全対応されてしまいましたが、そう、結局この開幕なんですよ、このカード。開幕の、まあ、結局竜って、はい、この開幕 の、 ソニック見てから竜巻が可能なんですよ。はははで、それを持つだけで、ま、イコールソニック、開幕ソニックがなくなるんですよね。ゼロですよね。そうなると開幕間違いなく竜に分がつくんですよ、から動いてくると。で、その見てから竜巻っていうできる竜が、ま、まず片手もいないんで、でそこなんですよ、まず。あ、でそのこいつ見てからできるって思わせないと、うわこれは痛い。オッケー、ミスったー。いやーよかったっすな。さあ中村龍ですね。中村龍はフラガイルとやってるの結構見ますね。本当アグレッシブな龍で相当強いですよ。さあ緑の豊かな龍って感じですね。そうですね、ステージも地形効果ありますからね、今日は。いいペースで使える。おーっと、対空昇竜拳ならなかった。左足波動で寄ってふんなからの波動からいく、シックまだ大丈夫、大丈夫。さあできるだけ、おっ、おっ、おっ、あぜっちゅ、逆出際、逆出際、逆出際です。ま、逆もあった今の、美味しいですね。
すごい。やっぱり龍ヶ岳長いですね。うまい。そう、今一回ね。最大。ファンナブル。ワイパー止まらず。すごいですね。さあブルーレッド奥岳。最近は龍メインで使っていますが。ハイパーガイルの方が熟練度が高そう。おお、こういうのがイエリアが起こるんで、うわ、まだピヨンない。好き勝手やって、中ゴス、これテロだわ。おお、いやこれテロなんだよね。これがテロですか。これ完全テロですね。まあでもこれが実際強いんで、どうしてもやっぱあれをね、すべて対応っていうのほんとむずいんですよね。リターンを考えると常に龍が何かしら持ってる状況が多いんですよね。パターンがあっちの方がすごい多いんで。さあ、しかしバイパー守りが固い。勝利、その扉は通らない。おお、これは素晴らしい。さあ初代来ましたよ。これ応援ですよ。初代アゼ、さっき僕龍でアゼ君とやってみたんですけども、はい、全然勝てきてなかったですね。あ、まじですか。多分これアゼ中なんですね。アゼ中、本当に、ね、結構ね、これいやらしいんですよね。いやらしいんですね。結構いやらしい以外に言えないんですけど、結構卑猥まあ言われると卑猥なんですよね。結構卑猥、いやらしさが、あ、そこもなんですよね。アゼガエルのいいところはエロいという、なんていうか結構卑猥なんですよね。おーっと、今の出したうまい。うわー、飛ばされた。まあ、これなんでこの体質結構ゴムに近いかというと、はい、まあ、弾を持ってる同士なんですけど、はい、まあ、お互いが地上陸180度で、はい、お互い行ければ行けるほどこのゲームやっぱゴムに近いんですよ。あ、なるほど。で逆に45度を必要とするときにはその時はもう不利に落とし入れてるんで、不利な時以外は飛ばない。まあ飛ばないっていうことではないんですけど、あ、まあ、どっちもあんまり、まあ、別に結局やっぱ必要ないよねっていう感じですか。コマンドとためなんで、あ、まあ、最終的にはまあ龍河の強波動を打ち続けると、うん、やっぱりガエルは結構厳しいんですよ。オッケー、これはでかい。が出てくるのは長州龍。あ、今日長州じゃない、今日団体が違う感じの出方なんで、またちょっと違う長州さんが見れるんじゃないですか、ね、これ意外と龍使ってるとかほとんど見たことないですね。そう、団体がこういうちょっと今日違うんで、うん、これいい飛び。まあ龍の波動拳っていうのはその一発でかいんだけどちょっと重いっていうか、そこが剣と違うところなんですよね。剣は結構まだ気軽に打てる方だと思うんですよね、こういう時って。まあ結局これね、まあ安室対宇多田のアルバム対決でもあるんで、まあ難しいんですよね。おおおお、珍しいですね。ガイルベース、完全にガイルベース、これ守っていきたい。おお、いい出場、いいよ。ああいう攻め型っていうのはやっぱり OK なんですかね。いや、あれ必要ですね。うん、やっぱね、ガエルも逆に相手にこう壁ドンをさせるっていうね、龍にしないと、結構下がってるだけじゃない、結構難しい。そうですね、能動的に自分からね、自分から体力を取っていかないと、ね。まあ、いかに相手に壁ドンさせるかっていうのがこのゲーム、うん、最終的にやっぱガエルの画面端が多くなるんで。おーおーおー、あ、ピョンだった。あの総裁まだパーフェクト。さあ、ガクガクしてシンク。あ、これは安い、安いです。うわー、高かった。これはもう完全守りきりでしょう。諦めたー、ワイパー処理。さあ、13番手同士、かなり星が近い。さあ、ムナーリ龍、もともとは龍がいる使いだというムナーリさん、まだまだ衰えてないですね、この動きは。さあ、ダイゴス、でかい。
落とす藤沢キック、うわ次の距離連続だ、すごい距離だ、頑張れ、いやおーっ、オッケー、3万ドンピシャ、オッケー、最大ダブル、最大じゃないんですけど、はい、あ、僕の中で最大なんですよ。あ、そういうことですか。あれちょっとできないんで。まだできないんですか。あ、すいません。あとあれ練習するだけで全身じゃないですかね。いや、あれちょっと難しいんですよ。よし、お、いい壁ドン、いいペース、よしよしよし、ほんとガイル好きですね。あ、いい、ここで、ね、あの竜巻がちょっと苦しい。さ、常にコパン空振って赤軽減の最初、さあできるだけ、おっ、オッケー、あぜっちゅ、逆出際、逆出際、逆出際です今、逆もあった、今の美味しいですね。さあすごい、やっぱり竜外で長いですね、うまい、そう、今一回ね、最大ファンナブル、ワイパー止まらず、すごいですね。さあブルーレッド置くだけ、最近は竜メインで使っていますが、ワイパーガイルの方が熟練度が高そう。おお、こういうのがイエリアが起こるんで、うわまだピヨンない好き勝手やって中ゴス、これテロだわ。おお、いやこれテロなんだよね、これがテロですか、これ完全テロですね。まあでもこれが実際強いんで、どうしてもやっぱあれをね、すべて対応っていうのほんとむずいんですよね。リターンを考えると常に竜が何かしら持ってる状況が多いんですよね。パターンがあっちの方がすごい多いんで。さあしかしバイパー守りが硬い、そう、いやあれ簡単だよ、お、おっしょさん、いいペース、あーここ、おー、うまい、あこれは美味しいか、おっけー、美味しい、ガイルペース、さあガイル寄りの実況になっております。いいよ、あ、いい飛び、ソニック投げちゃうか、うん、オッケー、おー、これはでかい。さあ出てくるのは長州竜、あ、今日長州じゃない、今日団体が違う感じの出方なんで、またちょっと違う長州さんが見れるんじゃないですかね。これ意外と竜使ってるとかほとんど見たことないですね。そう、団体がこういうのちょっと今日違うんで、お、これいい飛び。まあ竜の波動拳っていうのはその一発でかいんだけど、ちょっと重いっていうか、そこが剣と違うところなんですよね。剣は結構まだ気軽に打てる方だと思うんですよね、こういう時って。まあ結局これね、まあ安室対宇多田のアルバム対決でもあるんで、まあ非常に難しいんですよね。おお、こう、珍しいですね、これガイルペース、完全にガイルペース、これ守っていきたい。おー、おー、いい出場、いいよ。ああいう攻め型っていうのはやっぱり OK なんですかね。いや、あれは必要ですね。うん、やっぱね、ガイルも逆に相手にこう壁ドンをさせるっていうね、竜にしないと、結構下がってるだけじゃない、結構難しい、ソニックの数が減るんですよ。おー、しゃがみシューパンなんだ。あったのは長州さん、真空だね。さあ12番同士星が並んでおります。出てくるのは先ほどマイクを握ってたタッツァン、藤波タッツァンですね。あ、なるほど。まあ個人的にはね、この方新人類、ちょっと人間というか新人類なんで、ちょっとほうこう期待してるんですよ。あれ、あ、飛んでますよ、このペースになると。なんか普通にやられてますが、うわ、ソニックは出ない男、滑舌の悪い対決。おー、オッケー、投げて、曲がる、真空だ、真空があるから無理だ、タッツァンだからドラゴンスープレックスなのか。ここ、醍醐味あるよ。おー、真空をかわしたぞ、ここだ、出来は、出来はどうなるか、出来は出来は、お、来た、おー、おー新人類、よ、カウント 2.9 ありましたね。ありましたね。こうカウントの連続カードでもあるんで、あのプロレスに例えるとなるほど、
あそこの、お、いい台足からの、こう、逆、お、逆壁ドン逆壁ドン、いかにこれ結局画面端に相手を持ってかせるかなんで。そうですよね。リュウガーもガイルインバカになんだかんだ普通に使えている感じ。ガンガン打ってますね。しかもそんな危険な波動ではない。よく見ながら打っているが、シンクガーボになる。ギリギリ間に合わない。さあどうなる。ダブル様、これは反応間に合わず。やっぱりこうお互いサブキャラとはいえ、こう十何年やってる人の動きっていうのはやっぱり深みがありますよね。そうですね、うん、やっぱ相手のキャラのこと知らないと戦えないですからね、あそこまでは、うん、おっとここも様、ここも勝利、お前ばっか暴れてんじゃねえ。壊し投げて野口が攻め立てる、うまい。さあもうドット戦、野口どうする、ゆうべがどうまくる、真空トンネル、あーかすった思わず吠える。さあ、はい、MB ちょっとちょっと2代目2代目ちょっとマイク持ってよ、僕次試合だからさ、僕のお代わりに頼む。ハイパーガイルの方が熟練度が高そう。おお、こういうのがイエリアが起こるんで、うわまだピヨンない好き勝手やって中ゴス、これテロだわ。おお、いやこれテロなんだよね。これがテロですか。これ完全テロですね。まあでもこれが実際強いんで、どうしてもやっぱあれをね、すべて対応っていうのは本当難しいんですよね。リターンを考えると常に竜が何かしら持ってる状況が多いんですよね。パターンがあっちの方がすごい多いんで。さあしかしバイパー守りが固い。勝利、その扉は通らない。おお、これきて、これは素晴らしい。さあ初代来ましたよ。これ応援ですよ。初代アゼ、さっき僕龍でアゼ君とやってみたんですけども、はい、全然勝てきてなかったですね。甘いですか。だこれアゼ中なんですね。アゼ中本当に、ね、結構ね、これいやらしいんですよね。いやらしいんですね。結構いやらしい以外に言えないんですけど、結構卑猥まあ言われると卑猥なんですよね。結構卑猥、いやらしさが、あそこもなんですよね。アゼガエルのいいところはエロいという。